はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、良いコミュニティとはというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。はい、まずコミュニティという言葉の定義から確認してみたいと思うんですけど、まあ、日本語に訳すと共同体ということになるわけですね。コミュニティイコール共同体。同じ地域に居住して利害を共にし、政治、経済、風俗などにおいて深く結びついている人々の集まりのこと。転じて国際的な連帯やインターネット上の集まりなどもコミュニティと呼ばれるということですね。コミュニティというのは共同体ですと、ね、いうことで、今回のこの動画ではですね、その地域に住んでいて、ね、同じ地域に住んでいて、ね、まあ、物理的に近い関係の人たちのことを共同体と言いたいと思います。で、今度はね、そのカタカナのコミュニティというのは主にちょっと遠くの人たちとのつながり、集まりですよね。というのをコミュニティというふうに呼びたいと思います。本来はコミュニティイコール共同体なんですけど、まあ、しかし言葉を分けた方が、まあ、分かりやすいと思うので、ね、物理的に近い空間にいる人たちのことを共同体と呼び、逆に物理的に遠いんだけどつながっている人たちのことをこうコミュニティというふうに、まあ、呼び名を変えて説明を続けたいと思います。はい、例えば共同体っていうのは、まあね、近くにいる同じ物理的な空間が近い人たちですよね。そういった人たちの共同体ということで、まあ、例えばどんなものがあるかといえば家庭とか保育園とか幼稚園とか、まあ、小学校、中学校、高校、大学ですよね。まあ、そういった学校とか、もしくは会社とかですね。もしくは地域社会とか、まあ、こういったものは共同体ということになるわけですよね。はい、そうしたときに、まあ、一人一人のこう個人の成長というのはどういう段階でいくかというと、まあ、依存、自立、相互依存という順番で、人は成長していくということになるわけですが、まあ、これを表現を変えるならば、ね、家庭や学校など共同体にまず依存しますということですよね。まあ、これはまあ当然ですよね。生まれたばっかりの赤ちゃんというのは誰かね、自分の存在を保護してくれる保護者というのを絶対に必要としますから。保護者なしで、ね、生きていくっていうことは赤ちゃんはできないですよね。ですから最初は、ね、何らか自分のと、まあ、物理的に近い人たちに依存する、まあ、その人たちに守ってもらう必要があるわけです。ね、ですから、まあ、例えば保護者がいる家庭とか、ね、もしくは保育園、幼稚園、小学校、中学校、まあ、こういった、ね、共同体というのに最初は、ね、みんな依存しているということはい、みんな依存から始まるということになるわけですよね。で、自立って何なんですかっていうと、今までの共同体ですよね。つまり家庭や学校など共同体から自立することを、まあ、自立というふうに言うわけです。そして新しいコミュニティと今度は相互依存。で、このコミュニティっていうのはね、その家庭とか学校とは違って、まあ、物理的に必ずしも近いとは言えないと。いうことですよね。まあ、近い場合もあるかもしれませんけれども、まあ、主に、ね、まあ、インターネットが発達していこうというのはどちらかといったら物理的空間が遠い人たちで集まっている、ね、そういう、新しい集団を作っている、まあ、それを新しいコミュニティという形にしたときにその新しいコミュニティと、ね、コミュニティ同士で相互依存しているという、まあ、そういう流れで人は成長していくということですよね。まあ、もう一回繰り返すと、人は依存、自立、相互依存という形で成長していくわけですが、ね、表現を変えるならば、まずは家庭や学校など共同体に依存して、そして今までの共同体から自立し、そして新しいコミュニティ同士で相互依存するという流れですね。で、まず人は共同体に必ず依存しながら生まれ育ちますということですよね。まあ、赤ちゃんでいきなり自立している人っていうのは絶対いないわけですから、必ず、ね、最初は共同体に依存という状態から、ね、始まると、生まれ育つということになるわけですよね。保護者がいる家庭に依存とか、保育園に依存とか、幼稚園に依存とか、小学校に依存とか、まあ、そういう最初は依存状態の中で人は生まれ育っていくということですね。はい、で、共同体の中で自立を目指すということになるわけです。14歳までの間に、ね、保護者と自分って一体何が違うのか、もしくは保育園、幼稚園、小学校、中学校の、まあ、お友達たちと自分というのは一体何が同じで何が違うのか、まあ、そういったことを考えていくわけですね。
はい、共同体の中の自分ということで接する人たちとの違いの中から、ね、自分の好きなことや嫌いなことですよね、自分が得意なことや苦手なことなどを考えて、ね、好きとか嫌いとか得意とか苦手っていうのは全部相対的ですよね。比べる対象があって初めて分かることで、ね、例えば自分は身長が高いのか低いのかって言った時に自分一人しかこの社会の中に存在してなかったら分かんないですよね。地球の中に自分一人しかいないんだったら自分は身長が高いのか低いのか分かんないんですよね。自分より高い人がいるから自分は身長が低いんだってなるし、自分より身長が低い人がいるから自分は身長が高いんだっていうふうになるわけですよね。で同じようにじゃあ例えば走るのが速いのか遅いのかって言った時に、ね、自分の地球の中で一人しかいなければ自分は走るのが速いのか遅いのか分かんないですよね。でまあもちろん動物と比べてね、例えばチーターに比べれば遅いとかね、もしくは象に比べれば早いとかっていうふうにまあね、何らか比べる対象があれば、ね、何らか自分は得意とか苦手とかって言えますけど、まあ、主に人間であれば、ね、その比べる対象である別の人っていうのを存在必要とするわけですよね。あの人に比べれば自分は足が速いとか、もしくはあの人に比べれば足が遅いとか、ってことは自分は走るのが得意なんだなとか苦手なんだなとかっていうのが分かってくるわけです。で、だん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 そのね、自分が接する親であったり、教師であったり、友達との関係の中で、自分は何が得意で何が苦手かっていうのがだん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 分かってくるということですよね。で、そうしたときに、まあ、自分とは一体どんな価値観の人間なのかっていうのを見出していくということになります。まあ、価値観っていうのがね、私たちの人生の中では最も重要なことと言っていいと思います。で同じ共同体の中は何らか共通の価値観で結びついているということですよね。そこに共同体が存在していると、ね、いうのであれば、その共同体には何らか共通の価値観というのがあるということです。で、もちろん人は違うといえば違いますと、ね、人は一人一人違うといえば違うと、ね、たとえその同じ共同体と言ったとしても、やっぱり人なので、ね、人は違うといえば違うと。ね、76億人の人は76億通りで違うといえば違うわけです、ね、だから家庭って言ったとしても、ね、例えば夫婦は違うし親子は違うわけですよね、まあ、違うといえば違うわけですよ。しかしやっぱりそこに家庭っていう共同体が成立しているのであれば、ね、ある共同体に所属している人は違いとともに何らかの共通点も必ず持っていると、ね、100% 全て違うっていうことは、ね、同じ共同体だったらありえないわけですよね。必ず共通の、ね、価値観っていうのはあるということです、ね、共通の価値観ですね、まあ、例えば家庭っていうのは家庭の幸せが大事だとっていう共通の価値観の中でみんなが生活しているかもしれないと、ね、そこに夫婦がいるとか親子がいるとか家族が3人いるとか家族が4人いるっていうんだったら、ね、そこには何らかの共通の価値観があるはずなんですよね。同じ共通の価値観が何らかあるから、ね、共同体として一緒に生活することができるわけです、ね、まあ、例えば家庭の幸せが大事だっていうことに関しては、ね、夫婦2人が一致しているとか親子で一致しているとか家族3人が一致しているとか家族4人が一致しているとか、まあ、そういう共通の価値観っていうので、まあ、みんなが生活しているということですよね。まあ、幼稚園であればお友達と仲良くと、ね、同じ幼稚園、ね、同じ園内のお友達はみんな仲良くしましょうという、まあ、そういう共通の価値観の中で生活しているかもしれないということですよね。そして小学校だったら、まあ、例えばですけど、まあ、規律を守ると、ね、学校の校則を守るとか、ね、そういう共通の価値観の中で生活しているかもしれないと、ね、小学校生活の中で、ね、うちの小学校はまあこういう決まりがあるのでこの決まりは、ね、みんな守りましょうということで、まあ、秩序ある、ね、学校というのを、ね、作る、その秩序ある学校を作るための、ね、共通の規律規則というのをまあみんなが守ると、まあ、そういう共通の価値観の中で生活しているかもしれないということですよね。繰り返しになるんですけど、そこに共同体が成立しているというのであれば、そこには必ず何らかの共通の価値観というのが存在しているということです。はい、いずれにしてもそこが共同体であるならば、そこにはその共同体の人たちが何らかの共通の価値観というのを持っているということです。もし何一つとして同じ価値観がないということであったら、ね、そこの共同体の構成員は居心地が悪すぎると、お互いにですよ。ね、違うと、もう 100% 違うと。ね、夫婦で、ね、分かり合えることはゼロですと、親子で分かり合えるのはゼロですと、まあ、学校の中で、ね、分かり合えるところが、ね、共通点が一つもありませんと、ゼロですというのであれば、まあ、そこの人間関係というのはもう居心地が悪すぎますから、なので同じ時間同じ空間を共有するということはできないわけですよね。
逆の言い方をしたならば、同じ時間同じ空間を共有することができているというのであれば、違いこそあれ必ずそこには共通の価値観、何らかの共通の価値観というのが絶対に存在しているということです。はい、で 共同体の良し悪しということで、共同体というのはいいところと悪いところがありますと。で、共同体のいいところというのは依存している相手に守ってもらえるということですよね。だから、まあ、ずっと家族の中で家庭の中に居続けたら、その家庭の誰かに、ね、守ってもらうということができるわけですよね。まあ、例えば子供であれば親に守ってもらえるとか ね、まあ、学校にもうずっと通い続けてたら学校の先生に守ってもらえるとか、まあ、同じ都道府県に居続けたらその県に、ね、何らか守ってもらえるとか、ね、まあ、その補助金とか助成金とか、ね、もしくはその生活保護とか何らかの形で守ってもらえると。もしその国という、ね、一つの国、まあ、例えば日本なら日本という共同体にもし依存しているならば、やっぱりその日本という、ね、依存している相手に、まあ、自分は守ってもらえるということですよね。まあ、そういう意味で共同体のいいところっていうのは依存している相手に守ってもらえる、まあ、ここはいいところですよね。で、悪いところって何ですかっていうと、みんなが同じ価値観のもとにいるので、その共同体に居続ける限り人生が変わらないということですよね。まあ、これが共同体の悪いところです。みんなが同じ価値観のもとにいるために、その共同体に居続ける限り人生は変わらないという、そういう悪い点もあります。つまり同じ共同体に居続ける限り絶対に人生を変えることはできないということですよね。なぜならその共同体はみんなが同じような価値観で集まっているからということですよね。共同体が成立しているということは、必ずその共同体の中には同じ価値観が存在しているわけですよ。同じ価値観が存在してないんだったら、絶対にそこの人たちは一緒の時間一緒の空間は共有してないですから、居心地が悪すぎてね。なので、そこで時間と共有することができている、空間を共有できているってことは、そこの共同体の人たちは何らか共通の価値観というので集まっているわけですよね。で、そうしたときに、ね、同じような価値観だったら当然同じような行動を取りますから、そうすると同じような結果しか出ないわけですよ、ね、それはもう時間関係ないですよね。去年と、ね、同じような価値観で同じような行動をして、ね、今年だけ違う結果が出るとかありえないわけですよね。同じような結果しか出ないわけですよ、ね、去年と同じような価値観なんだったら去年と同じような行動をしますから、でそうすると去年と同じような結果が出るのは当たり前ですよね。はい、そうした時に同じような価値観で同じような行動を続けながら違う結果を望むというのは、ある意味おかしな考え方だということですよね。でそこがまあ、ね、努力根性気合じゃないということです、ね、努力根性気合で去年より、ね、もっと頑張ったとか、ね、もっと努力したとかじゃないわけですよ。同じような価値観で同じような行動を続けたならば、同じような結果が今年も出ると。ね、だから同じような価値観で同じような行動を続けて違う結果を望むというのは、ある意味おかしいということですよね。同じような価値観で同じような行動を取り続けているならば、当然今年も同じような結果が出ると考える方が明らかにまともであるということです。だから家庭という共同体の中に居続ければ、ね、家庭のみんなと同じような結果を取り続けるわけですよ、ね、家庭っていうのは同じような共通の価値観があるわけですから、その共通の同じような価値観の中で同じような行動を取れば、当然同じような結果が出るわけですよね。それは去年と同じような結果が今年も出るということです。学校という共同体の中に居続ければ、学校のみんなと同じような結果を取り続けるということですよね。会社という共同体の中に居続ければ、会社のみんなと同じような結果を取り続けるということになるわけです。もしその共同体のみんなより優れた結果を取ることができたとしたならば、その方法はたった一つしかないということです。それはもちろん共同体を出るしかないということですよね。共同体というのは同じ価値観、似たような価値観で集まっている人たちですから、同じような価値観で集まっているということは同じような行動をするんですよ、その人たちはね。ってことは同じような結果しか出ないんですよ、絶対に。で、結果を変えたいってことは行動を変えるしかなく、行動を変えるっていうことは結局ね、今までとは違う価値観を持つしかないわけですよね。ってことはね、今までのね、価値観をね、持っていた共同体、今まで自分が所属していた共同体を出るしかないということになります。つまり家庭という共同体を出ると。ね、学校という共同体を出ると、会社という共同体を出る、そのことだけでしか、ね、価値観は変わらないし、行動は変わらないし、人生で得る結果も変わらないということですね。はい、すなわち自立ということになります。共同体を出るイコール自立ということですよね。依存っていうのは共同体に助けてもらう、守ってもらう、これが依存。自立っていうのは今までの共同体を出るということです。それが自立ということになります。
はい、今までの物理的に近くだからという理由でお互いに時間と空間を共有していた共同体を出るということですよね。すなわち家庭、学校、会社などで共有されていた価値観の外に出るということです。そうすることで初めて結果が変わり始めるということですね。で、人生が変わるとしたら、同じ共同体という強いつながりの人間関係の中ではなくて、ね、家庭ってね、強いつながりですよね。同じ時間、同じ空間を共有しているわけですから、つながりが強いわけですよ。ね、もしくは学校って言ってもね、同じ時間同じ空間を共有してるわけですから、つながりが強いですよね。会社もそうですよね。会社も同じ、ね、時間同じ空間を共有してるっていうのであれば強いつながりですよね。で、強いつながりの人間関係っていうのはね、共通の、ね、価値観を持ってるので、似たような行動、似たような結果を取るんですよ。でもし人生が変わるとしたら、近い、ね、この強いつながりの人間関係の中ではなくて、ね、遠い他人ですよね。自分にとっては人間関係が遠い人、弱い人間関係ですよね。まあ、例えばメンターですよね。まあ、自分を、ね、指導してくれる、導いてくれるメンターであったり、もしくは、ね、コンサルタントであったり、もしくはコーチだったり、まあね、カウンセラーだったり、セラピストだったり、まあ、それは、ね、人それぞれだと思うんですけど、まあ、そういう何らか弱い人間関係ですよね。ね、今までの自分たちが所属していた価値観とは違う、今まで自分が所属していた共同体の中の価値観とは違う、ね、遠くて弱い人間関係の中に触れた時に初めて人生というのは変わるということです。なぜなら、近ければ近いほど相手は似たような価値観を持っているので、同じような結果しか出ないということですけれども、しかし相手が遠ければ遠いほど違う価値観を持っているので、違う結果も出せるようになるということですよね。価値観と結果の関係ということですけど、今までとは違う価値観だったら、今までと違う行動をとるので、今までとは違う結果が出てくるということです。はい、で、人の成長ということで、まあ、依存自立、相互依存ということなんですけど、まあ、依存から自立っていうのを今見ているということですよね。はい、依存っていうのは、最初に生まれ育った共同体の中の人間関係に依存するということ。そして自立というのは、生まれ育った共同体から外に出るということですね。で、こうして人は今までとは違った価値観に触れ、今までとは違った結果を出せるようになっていくということですね。で、まず個人としての夢を叶えましょうと、ね、夢を叶えるのに最も効果が高い方法は、今から自分が叶えたいと思っている夢をもうすでに叶えている人ですよね。今からこういうふうになりたいなって思ってるんだったら、その状態をすでに実現している人ですよね、と同じような価値観を持てばいいですね。その同じような価値観だから、同じような行動をとって同じような結果を出すわけですから、もし自分がこういうふうに今からなりたいと、こういう夢があって、それの夢を叶えたいと思っているのであれば、それをすでに叶えている人と同じような価値観を持てば、そしたら同じような行動をとるので、同じような結果を出すことができるということですよね。もし相手と自分で出している結果が違うというのであれば、必ず相手と自分ではやっている行動に違いがあるということですよね。同じ行動をとっているんだったら同じ結果を出しているわけですよ、ね、結果が違うと、ね、自分は今から夢を叶えたいけど、あの人はすでに叶えているというのであれば、必ずやっている行動に違いがあるわけです。つまり価値観の違いがあるということですね。はい、つまりかつて持っていたであろう共同体での価値観と夢を叶えている人との間には、明らかな価値観の違いというのがあるということです。その今までの価値観を一旦捨てて、新しい価値観と入れ替えることができたとしたら、ね、個人的な夢というのを叶えることができているということですよね。それはそうですよ ね、その相手をお手本にしている相手が、ね、今から叶えたいと思っている夢をお手本にしている相手はもうすでに叶えているわけですから、だからその人と同じ価値観で同じような行動をとったら同じような結果が出るわけですから、すなわち夢を叶えることができるというのも当たり前ですよね。すなわち自立っていうのは最初の1段階目の成功ということです。ね、まあ、自立って言って、ね、今までの古い共同体を出て、そして自分の足で立てるようになったということであれば、その人はもう個人的な夢を叶えてるはずなんですよね。こんな場所に住みたいとか、こんなものを持ちたいとか、こういったことをやりたいとかっていうのは大概叶えることができてるはずです、ね、個人的な夢を叶えることができてるのですから、自立まで到達できたということは、明らかに何らかの成功をすることができてるということですね。依存から相互依存に行けない理由、ね、依存自立相互依存って言って、必ず自立っていうのを経過しないと、ね、通過しないと相互依存にはいけないんですけど、じゃあなんで依存から相互依存にいきなりいけないかっていうことですね。それは今までの共同体から出ない限り、新しい価値観に入れ替えることができないからということですね。今までの価値観のまま、今までとは違う結果を出すということは絶対できないということです。相互依存の世界に行く前に、まず一旦は今までの共同体、古い共同体を出るということを必要とするということですね。
はい、そして依存自立相互依存ということで、まあね、人の成長の、まあね、2段階目ということになるわけです。はい、でまずはね、いいコミュニティを考える前に悪いコミュニティっていうのを先に考えてみたいと思います。悪いコミュニティとはということですよね。悪いコミュニティというのは単純に烏合の衆ということになります。つまりそのコミュニティの中に自立まで到達できている人が一人もいないということですね。みんな依存してて、その依存している人たち同士で集まってるっていうコミュニティは、すなわちそれは悪いコミュニティということになります。はい、聞こえはいいんですよね。悪いコミュニティの中で言われてることっていうのは ね、みんな平等ですとかね、みんな仲良しですとかね、お互いがお互いを尊重し合ってますとかね、何か物事を決めるときはみんなが納得するまで話し合い続けてますとかね、そういうこうね、悪いコミュニティっていうのはすごくこう聞こえがいいんですよね。そのコミュニティの中で言われてることっていうのはね。しかし何一つ結果が出ないということです、ね、悪いコミュニティの中にいると何一つ結果が出ないということが起きます。はい、それは当然ですということですよね。人の間には共通点もありますが、しかし必ず違いがあるということですよね。ね、同じコミュニティなんですけど、ね、同じコミュニティということは何らか共通の価値観で、ね、同じコミュニティを作ってるわけですが、しかし人はやっぱり究極 100% 完全に一致してるってことはありえないんですよね。ね、それはもうね、もちろん国籍とか民族みたいな大きな違い、男性女性みたいな大きな違い、だけにとどまらず、ね、例えば年齢とかね、いろんな違いですよね。それこそ生まれ持った、ね、その生まれ育った、環境とか人間関係とか、もしくは持って生まれてる DNA とか、まあ、とにかく違うっていうのは違うわけですよ。いくら、ね、同じコミュニティを作ってると言ったとしても、そこにいる人が10人いるんだったら、やっぱり10人は全員違うんですよね。そういう、ね、違う人同士で話し合いを続けて、ね、そのコミュニティの中の人たちみんなが完全一致するなんてことは絶対にないということです、ね、10人が10人いて、その10人が完全一致で、ね、何か物事を納得して決めるなんてことは絶対できないということですよね。はい、だから話し合いというのは基本無駄なんですよ。時間の無駄なんですね。話し合って分かり合えるはずがないんですね。どうせ分かり合えないのですから、話し合いに時間をかければかけるだけ時間の無駄が大きくなるだけだということです、ね、悪いコミュニティの典型というのは、そのコミュニティの中に自立した人が一人もいないということですね。依存した人同士でコミュニティを作っているわけですよ。でそういう人たちは悪いコミュニティということになります。すなわち、ね、指導者がいないと、指導者がいないコミュニティというのは、ね、もう悪いコミュニティということで、そういう悪いコミュニティに所属するぐらいだったら、どのコミュニティにも所属しないで一人っきりの方がよっぽど成功できます、ね、これは大事なことなので繰り返しますけど、もし悪いコミュニティに入ってそこで時間を使うぐらいだったら、ね、みんな依存してると、みんな依存してて、ね、誰も、ね、決断しないし行動しないしということで、そのコミュニティの中に居続けているぐらいだったら、でだったらどんなコミュニティにも一切所属しないで自分一人で、ね、やった方が明らかに成功できます、ね、だから指導者がいないコミュニティ、言い方を変えたらそこの中に自立した人がいないコミュニティっていうのはもうこれ最悪だということですね。はい、で指導者って何なんですかって言ったら、もうこれね、漢字を見ていただいたら指し示し導くものですよね。で指を指す人ですよ。こっちですと、こっちですって指を指して、でそっちの方向にみんなを導く人ですよね。それが指導者ということになります。指導者がいないコミュニティは最悪なんです、ね、だから指導者がいるっていうことが絶対条件なんですね。いいコミュニティであるためにはね。で指導者っていうのは A と B という2つの選択肢のうち、 A という選択肢を断ち切って B という選択肢の1本に決めることができる人です、ね、A と B って目の前に2本道があったらどっちにも行けないんですよね。 A に行った方がいいのか B に行った方がいいのかって考えてるうちは、そこの場で立ち尽くすしかないわけですよ。自分の目の前には、ね、A という道と B という道と2つの道がありますと、どっちがいいんだろうと、どっちが失敗しないんだろう、どっちだったら成功できるんだろうって立ちすくんでる間はどっちにも行けないから絶対成功しないんですよね。だから指導者っていうのは A と B という2つの選択肢のうち、 A という選択肢を断ち切って B という選択肢の1本に決めることができる人です。 B じゃないですと、ね、私たちは、ごめんなさい、これ漢字書き間違ってますね、失礼しました。B という選択肢の一本に決めることができるってことは、私たちは B に行きますと、ね、A は切りましたと、ね、A という選択肢を断ち切って B という選択肢の一本に決めることができるわけですから、私たちは A は切りますと、 B に行きますと言って行く方向を指し示すことができる人ですね。こういった人が指導者ということになります。で絶対なんかないと知りながらですよ、指導者自体も知ってるんですよ、絶対なんかないってね。
ね、A を切って B に行ったら絶対にうまくいくとか絶対成功するとかそんな絶対なんかないって知ってるんですよ、ね、もう数学的にないし、ね、あ理科科学的にもないですよね。もうこれだけね量子論とか、ね、みんながある程度を、ね、知ってる中でもうね私たちが生きてる世の中っていうのははっきり言ったら確率なんですよ、ね、100% のね原因結果なんてないので基本的にはね、だからまあある程度の人であれば、ね、もう数学的にも絶対なんかないし、まあ、理科的にも科学的にもないということは知ってるんですね。知ってるんですけど、ね、絶対なんかないって知ってるんだけど絶対に B がいいって断言できる人なんですよ、ね、そこまで断言しないとみんな不安ですよ ね多分ね B の方がいいと思うみたいな で言うんだったら誰もついていけないですよ。そんな不安な人にね、不安な人について行きたいなんて思う人はいないわけですから。だからもし指導者だって言うんだったら、ね、絶対 B ですと、ね、B が私たちにとってベストですというふうに、ね、断言できる人である人があるわけですよ。本人は知ってるんですよ。 B が絶対ではないと、ね、A かもしれないし B かもしれない中で、ね、B が絶対 100% 完全完璧な選択肢であるっていうことを、ね、本人は、ね、それを、ね、知ってるわけじゃないんですよね、その未来のことなんかね 100% 完全に予言する予知するなんて不可能ですよね。だから、ね、A かもしれないんですよ。 A かもしれないんだけどしかし A じゃないと B ですと絶対 B ですと、ね、必ず B だと、ね、B に行った方が私たちにとってベストだと B に行くことで私たちは成功できるんだということで断言できる人ですよね。こういう人じゃないと人はついていかないわけです。でみんなが B の方向へ安心して進めるようにまず自分が先頭で B の方向へ突き進むことができる人ですよね。率先垂範です。そして B が間違ってもし、ね、B が間違った方向だった時に、ね、自分は絶対 B だって言ってるんですよ。で B が正しいんだと私たちにとってベストは B なんだというふうに言ってるわけですよね。でそしてもし B が間違った方向だった時は、ね、当然ですけど道を選んだ人間として全責任を取れる人ですよね。こういった人が指導者ということになるわけですね。申し訳なかったと、ね、A を断ち切って B というふうに決めたのは私なのでだからこのね B, を B に進んだ結果うまくいかなかった責任は 100% 私にあるというふうに、ね、最後責任を取れる人ですよね。決断して方向を示してそして、ね、最後は必ず責任を取れる人こういった人が指導者ということになります。そして悪いコミュニティにはこういう人がいないんですよ、ね、悪いコミュニティにはこういう人がいないんです、ね、みんなで話し合ってみんな仲良くねみんな平等だからみたいなとにかく話し合いましょう話し合いましょう話し合いましょうみたいな感じでやってうまくいかなかった時に誰も責任を取らないということですよね、まあ、こういうのは悪いコミュニティなので、まあ、そんなコミュニティで時間を1秒でも使うぐらいだったら一人でやった方がいいと、ね、一人でやった方がはるかにマシだということですよね。でそうじゃなくて、ね、コミュニティに所属するというのであればそのコミュニティの中に必ず指導者がいると決断して方向を示して最後責任を取って、ね、B だと、ね、絶対 B だからとね、B で、ね、私たちは成功するんだと、ね、去年よりも大きな結果を出すんだということを、ね、やることができる人ですよね。もうこういう人がいるコミュニティだけがいいコミュニティということになります。はい、なのでいいコミュニティとはということで自立した人がいるコミュニティということですよね。そのコミュニティの中に指導者がいるコミュニティだということです。でそういうコミュニティの中だったら、ね、決断が行われるわけですよ。なんせそのいいコミュニティに、ね、指導者がいるからですよね。指導者がいるからそのコミュニティの中では決断が行われるわけです。行動が行われるわけですよね。だから、ね、結果も出るわけです。コミュニティ単位で結果も出るということになるわけですよね。そして相互依存という次のステージが開かれていくということですね。相互依存ですよね、まあ、自立した人っていうのは自分一人でも結果を出すことができる人ということになるわけですけど、ね、その、ね、自立した人が、ね、率いてコミュニティというのを率い始める、まあね、それをチームと呼んでもいいし組織と呼んでもいいわけですけど、まあ、今回の言葉で言うならばコミュニティですよね。そのコミュニティの中で、ね、相互依存という次のステージが開かれていくということですよね。で相互依存というのはコミュニティとコミュニティの依存関係ということになります。コミュニティとコミュニティの依存関係、これが相互依存ということになるわけですね。はい、例えば、ね、ここに A、B、C、D、E、F というふうに、まあね、合計で、まあ、6つのコミュニティが例えばあるとします、ね、A というコミュニティ、B というコミュニティ、C というコミュニティ、D というコミュニティ、E というコミュニティ、F というコミュニティですね。
で、これが全部、ね、自立した人に率いられているとしますよね。まあ、つまりそれぞれのコミュニティにはそれぞれの指導者がいるということですよね。まあ、そういうコミュニティがまあここに6つあるということです。そうした時に全部指導者がいるわけですよ。だから全部指導者がいるから、だから全部行動するし全部結果を出すコミュニティなんですよね。ただその例えば A というコミュニティと D というコミュニティがお互いに依存する、こういったのを相互依存というふうに言うわけです。はい、それぞれのコミュニティに指導者がいるということです。指導者がいないコミュニティというのは右往の衆なので、まあ、そんな、ね、集団にいるぐらいだったら一人がいいです。ここで言ってるコミュニティというのはいいコミュニティなので、いいコミュニティには必ず指導者がいる。決断して方向を指し示して必ず全責任を取ってくれる人です。そういう指導者というのがいるということです。 A というコミュニティに指導者がいる、だから A というコミュニティは単独でも結果を出すということですよね。B というコミュニティにも指導者がいる、だから B というコミュニティも単独で結果は出すということです。はい、それぞれが単独でも結果を出せるコミュニティなのに、あえて他のコミュニティが持っている強みに依存するということですよね。これが相互依存という世界になってくるわけです。例えば A というコミュニティはあえてですよ、ね、商品提供という強みに特化すると、 A というコミュニティは販売もできるんですよ。A というコミュニティは販売もできるんですけど、あえて商品提供という強みに特化するわけです。で、B というコミュニティはあえて販売という強みに特化する。ね、B というコミュニティも商品作れって言ったら商品作れるんですよ。ね、B というコミュニティは単独でも結果を出すことができるコミュニティですから、だから B というコミュニティも、ね、商品は作れって言ったら作れるんですね。作れるんですけど、あえて、ね、どちらかって言ったら販売の方が強いので、だから販売という強みに特化するということですね。そうすると互いに依存ということになります。A コミュニティは B コミュニティに販売で依存すると。で、B コミュニティは A コミュニティに商品提供という形で依存するということですよね。で、するとその結果というのは足し算じゃなくて掛け算として出るようになるということですよね。この相互依存というのはね、掛け算で働いてくるんですよね。はい、すなわち例えば 3×3 が9になると、ね、3たす3が6じゃなくて 3×3 で9になったり、4たす4が8じゃなくて 4×4 で16になったり、ね、5たす5で10じゃなくて 5×5 で25ですよね。この3とか4とか5っていうのはコミュニティの構成人数というふうに考えていただいたらいいと思うんですけど、3人のコミュニティと3人のコミュニティが、ね、お互いに協力したら、ね、3たす3で6じゃなくてサザンが9になるというような相乗効果っていうのが出てくるようになります。相手にあえて依存すると、ね、自分たちでもやれと言ったらできるんですよ、ね、自分たちは商品も作れるし販売もできますと、ね、だから自分たちでやれって言ったらやれるんだけど、あえて相手に依存するということですよね。まあ、繰り返しになるんですけど、今やってる話っていうのはいいコミュニティの話ですね。悪いコミュニティ同士で依存したらもうこれも最悪ですからね、本当にね、もう時間の無駄ですよね。もうそんなコミュニティに、ね、時間を使うぐらいだったら本当に自分たちだけでやった方がもう100倍マシということになります。だから今からの話っていうのはもういいコミュニティの話と、ね、そこに指導者がいて、ね、コミュニティ単位で決断して行動して結果を出すことができるいいコミュニティの場合ですね。で、そのいいコミュニティ同士であえて相手に依存すると、互いが自社の経営資源を強みに集中させることができるということですよね。販売と、ね、例えば製造と販売を両方やるってなると、まあ、力が二分するわけですよ。分散するわけですよね。しかしもうね、自分たちはね、製造に特化しますと。今回のね、共同プロジェクトに関しては私たちが責任を持つのは製造ですと。商品提供に対して 100% 責任を持つと、ね、もうね、販売の方はね、相手のコミュニティが責任を持ってくれるので、私たちは持ってるね、人物、お金、時間、情報という経営資源をね、製造と販売の両方に分散させるのではなくて、製造の方に集中すると、ね、いうことをするとすごくね、効率が良くなってくるわけです。で、そうすると相乗効果ということで足し算じゃなくて掛け算の世界が始まるということですね。はい、ということでまとめると、依存、自立、相互依存ということで、依存っていうのは生まれ育った共同体の中での依存ということですよね。例えば家庭とか学校とかね、まあ、そういった中で生まれ育った共同体の中でその構成員同士で依存しているというのが依存ということになります。で、自立っていうのは生まれ育った共同体からの自立ということですよね。だから家を出るとか学校を出るとか会社を出るといったのが、まあ、自立ということになるわけですよね。で、そして相互依存っていうのは新しいコミュニティ同士での強みの生かし合いということになります。
はい、いいコミュニティとはそのコミュニティの中に自立した人がいることと、ね、指導者がいると、決断して方向を示し全責任を取れる人がいると、自分たち単独のコミュニティでも十分な結果を出すことができる、そういったのがいいコミュニティということですよね。はい、そして、結果を出せるコミュニティ同士で協力をし始めたら掛け算が始まるということですよね。つまり単独でやっていたら決して出なかったであろう大桁違いの大きな結果を出すことができていると、まあ、これが相乗効果の世界であり、いいコミュニティ同士が協力した場合の結果ということになります。はい、今回の動画をですね、もう最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。はい、追伸です。もしこの動画に使用したこの資料が欲しいというご要望がありましたら、本日18時に配信予定のメルマガにて無料で差し上げます。なのでもしご希望がありましたら、この機会にメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。